おはようございます。速稼塾の久保です。今日はですね、皆さんの得には全くならない放送です。でも誰かの損を、そして誰かの不幸をですね、減らす可能性がある放送になると思います。昨日ですね、私はオーストラリアの速稼塾の塾生さんから、一通のねメールをいただきました。非常に長いメールだったんですけども、ものすごく心が込められていて、あ、こんなこと自分は気づかなかったんだなっていうふうな、感銘といいますかね、衝動に駆られましたね。でその内容っていうのが、オーストラリアの火災のことなんですけども、昨年の秋に起きたこの火災、9月ぐらいに起きたそうなんですけども、今でもですねまだ燃え広がってるんですよ。その焼失面積が730万ヘクタールといって、四国と九州を合わせたぐらいの面積なんですよね。そして犠牲になったのが動物たちなんですよ。10億匹ほどの、確認はできてないんですけども、動物たちが住まいを追われて、命をね奪われてしまったと。そしてこの発端となるのが、人間のね火の不始末、数人の方が起こした火の不始末で、もうすでに起訴されて、賠償請求も出ているらしいんですけども、詳細はまだねつかめてないんですよ。でもこれは誰がやったかどうだっていうよりも、今この現象が起きていることを私たちがね見ているだけという、そしてもっと言ったらね、知らずに過ごしているってことなんですよね。私たちはですね、東日本大震災はじめ神戸淡路、震災、経験しました。もういろんな不幸に見舞われたこの10年20年だったわけなんですけども、その度にですね世界中からの支援を受けて、立ち直ってきたんですね。でも今ね、私たちは自分たちの国に迫る危機には敏感なんですけども、自分たちを支援してくれた、例えば台湾とかオーストラリアもそうですしね、そういう国に対してあまりにもですね無知で鈍感なんではないかなというふうに思うんですよ。というところでですね、昨日はオーストラリアの火災の現状を知らしめるための動画を私がすぐ作ってですね、リリースしたわけなんですけども、それにこうして速稼塾の塾生さんたち何名かがですね、自分もなんかやらなくちゃってことで動画を作って公開してくださったりとか、あと Facebook の記事のねシェアをしてくださったりとかね、本当に、事実を広めることによって、自分では何もできないけども、誰か力のある人が、誰か行動力のある人が何かをしてくれるんじゃないかなっていう可能性に動いてくれたんですよね。確かにね、自分でできることは少しかもしれませんけども、少ししかできなくても、そういう人がたくさん集まればね、ものすごいことができると思うんですよ。日本人の人口が1億2000万人いると言われてますけども、一人の人がものすごい力を発揮するのも大事なんですけども、わずかな力を1億人全員が発揮したら、やっぱりね1億倍のパワーって出ると思うんですよ。私たちはねそういうことが、できるんではないかなと思います。確かに自分のためにはならないかもしれないけども、誰かの不幸を減らすことはできると。これをお互いにやっていけば、ものすごくいい世の中ができるんじゃないかなと思いました。さあそれではね、本日の放送は以上です。YouTube とかね、Facebook のシェアで、協力してくださった方、本当にありがとうございます。そしてですね、特にインターネットを使った協力はしてないけども、不幸なことが起きたんだなと、こういうことをなくなってほしいなっていうふうに思いを込めてくださった方にも感謝を申し上げます。それでは本日の放送は以上です。